こんにちは、牛垣です。今回もですね、デリヘルでのちょっと当たり以上の話をさせていただこうと思います。お願いします。この話ですね、もう今日、ついそうですね。まあ、12時間も経たないかな。8時間前ぐらいに行ったやつのお話なんで、ちょっと取れたてピチピチなんで、情報がたくさんあると思うんで、まあ、順序立てて話していきますね。できたらプレイ内容の方ね、結構長く話していきたいと思うんですけど、僕ね、ちょっと表現力があんまりないんで、楽しく話せればってところですけど、まあ、それはさておき、ちょっと早速進めていきますね。今日またいつものね、行きつけのお店の方に行ってきたんですけど、まあ、お昼の3時ぐらい、あんまり見たことないボーイの方がいらっしゃる。受付の時に、まあ、2列まで選べますよっていうので、まあ、8人ぐらいかな、8人10人ぐらいから選べたんですけど、まあ、ひときわ顔がギャル系の、まあ、僕ギャル好きなんでギャル系の顔の女の人がいて、あ、この人いいなと思って選んだんです。まあ、ボーイさんが金額受け取って案内札を渡す時に、この女の子今日が初めての出勤なんで優しくお願いしますねって一言添えられて、ほうと思って、これ僕結構いろんなところ行ったんですけど、今日初出勤ですっていう人は今までいなくて、お、来たかと思って、ついにこの初出勤イベントに自分が参加することになるとはとは思ったんですけど、初出勤っていう感じなんで、ウブなのかそうじゃないのかっていうところですよね。こういう業界のお仕事されてるっていう時点で、まあ、ウブって言い方はちょっと語弊あるかもしれないですけど、まあ、慣れてないんで、絶対いいところとしたら擦れてないんですよね。もしくはもうなんか慣れてて結構スレスレなのかみたいなね。そういう意味でこれは来たなと思って、ガチャタイムじゃんと思って。でもかなりね、初めてなんでっていう枕言葉があるぐらいなんで、まあ、ウブよりの結構擦れてないいい子が来るんじゃないかなとちょっと期待しながら待ってました今日は。で、出てきたのもパネルとほんとまんまの顔の写真の子ぐらいの子が来たんで、これめっちゃ当たりきたわと思って。なおかつちょっと身長を見てなかったんですけど、公式の身長ではね、157センチって書いてる割にはもうちょっと小さく感じたかなっていう感じの女性でした。でもそのままのね、パネルの写真が、まあ、実物で出てきたっていう感じ。顔のサイズがね、本当にめちゃくちゃ小さい。それこそ後で出てくるんですけど、斉藤飛鳥さんですかね、乃木坂の方とあんなぐらいの顔の小ささで、誰に似てるって言われた時に斉藤飛鳥さんって言われたことあるってあげてたんですけど、まあそれもそうですし、 YouTuber の方にはなっちゃうんですけど、黒崎美沙さんっていうね、整形してらっしゃる方いらっしゃるんですけど、その方にも結構似てるなっていう感じ。もうちょっと幼ギャルみたいな感じの顔でしたね。で、まあもうお顔自体は、まあ、正直超ランク高め、もうなんなら飛びたで育ててもおかしくないレベルだったんで、めちゃ可愛い人来たじゃんってだいぶ浮かれてましたね、最初から。で、そのまま今日初めてなんですって、よろしくお願いしますってちょっと歩きながらね、話してて、で、まあここホテルですっていうのでめちゃくちゃ近いホテル行ったんですけど、なんかね、だいぶ前に、まあここの店、ホテルのグレードアップみたいなシステムがあって、それをしたら綺麗なホテルに連れてきてもらえますよみたいな感じなんですけど、なんかその綺麗なホテル、前ホテルのグレードアップしたところと一緒のところに入っていったんで、前グレードアップした時は一体どこにお金が消えたんだと思ったんですけど、まあそれはさておき、で、まあちょこちょこ話しながら、エレベーターの前待ってて、で、その彼女がね、話してる時に、歯のところ、ちょっとごめんなさい、見えないですけどね、ワイヤー矯正ね、銀色のね、やつ、見たことある方いると思うんですけど、歯の矯正器具がついてたんです。で、ちょうど僕も今、歯の矯正ね、ワイヤー矯正してるんで、あ、一緒じゃんって口ね、見せながら言ったら、本当だ、珍しいねって、なんかこう、ハイタッチをね、一緒にしたんですけど、インビザラインっていうのがマウスピース型の矯正器具で最近すごい流行ってると思うんですけど、そっちの人は、まあ、ちょこちょこいるけど、ワイヤー矯正してる人初めて見たって言われたんですね。まあ、確かに最近ね、結構マウスピース型のやつが流行ってるみたいなんですけど、まあもともと僕子供の頃からワイヤーやってたんで、あ、じゃあ一緒だねって話になって、でそこからそのままね、エレベーター上がってそういう話で盛り上がってたんですけど、男性で矯正してる方っていうのも、まあ、いるにはもちろんいるんですけど、まあ、そういうところに気をかけてる人も珍しかったのか、そういう話になっていました。今日何しに梅田来てたのって話になったりして、ボトックスをちょっと打ってたんだよって話して、あ、なんかすごい美意識高いねみたいな話になって、普段よくここ来るのっていうテンプルの会話をホテルに入るまでやってたんですけど、で、まあまあ、もう中に入ってしまえば、言うてしまえばほとんど変わらないんですけど、まあ、服脱いで、シャワー入って準備してなんですけど、やっぱり今日が初出勤ってこともあって、じゃあ洗って大丈夫ですかって、で今からお風呂一緒に入って大丈夫ですか、確認がね、きっとマニュアルであるのか分かんないですけど、一個ずつしてくれていいよって、もうそのまままあ入ろっかっていうので、やっぱり本当に今日初出勤なんだなっていう。業界系も初めてとはホームページには書いてたんで、まあ、こういう系の仕事を多分ね、したことない方なんでしょうね。割に僕がよく行ってるここのお店は、人の変わりが早い。新しい子がすっごい入ってくるし、まあ、いつの間にかいた子も辞めてるっていう感じのね、回転がいいっていうよりも、人数がすごい多い。初めてこの業界やりますっていう子もたくさん来るし、だからそういう、まあ、結構業界始めてみたいなのがいいっていう人はすごいいい場所なんですね。僕はどっちでもいいんですけど、もうすっごい業界歴長い人でもいいですし、前面の方ね、洗ってもらって、で、竿の方も洗ってもらって、やっぱマニュアルにあるのかわかんないですけどね、後ろの背中も洗ってくれてっていうので、丁寧にやっぱりいいなと思って、こう最初だから丁寧にやってくれてる感がね、すごいあって、いいなって。なんかもう慣れて適当になってないなっていうのがすごい良かったですね。しっかり丁寧に洗ってくれて。で、そのままベッド入って、で、前のさすらいの TikTok 女子に似てる女の子のサムネ作ってるやつの女の子と一緒で、なんかしてほしくないこととかってあるって、これもう定型句ですよね、聞いたんです。で、他の子は痛くなければ何でもいいって言ってたことを中に出さなかったら何でもいいよって言ってた子もいたけどっていう風にちょっと聞いてみたら、あ、じゃあまあ私も痛く仲いいこと以外ならいいかなって答えてくれたんですね。ということは、あ、これはまた来たなと思って。これは本番できるチャンス来たなって思ったんですね、今回も。まあ、そのまままたベッドインしてからはいつもの僕の流れですね。本当にもうテンプレ化して申し訳ないですけど、まあ、キスして、で、胸から、で、下の方に行ってって、まあ、感じでやってるんですね。で、まあ、基本的にこの子本当に、まあ、あと顔舐められることとかは嫌ってたけど、そんなの普通しないんで、普通にプレイする限りは全然本当に反応もいいし、かなりホスピタリティのある女の子でしたね。やっぱ出勤初日っていうのもあったのかもしれないですけど、まあ、後から話すんですけど、かなり本当に、多分今までの中で経験が浅いっていう意味の中では、一番良かったんじゃないかなっていうぐらいすごい良かったですね。ビジュアルも含めて。で、まあ、とりあえず、こう、最初は僕がね、攻める方から始めて。で、まあ、僕は、もう何回も動画で言ってるんですけど、騎乗、乗ってもらうのと、自分で舐めるのが好きなんですね。もうこの二つ、もう正直この二つできたら、もう大体の女の子当たりなんですけど、こう、上から下へと行って。まあ、最初はね、手でやるんで。で、次、まあ、そのまま、まあ、じゃあこっちが舐めていいって聞いて、まあ、ススススーと下の方にね、行くんですね。で、そのまま攻めていったら、最初は、ここの上の段階は声は出てなかったんですけど、下の段階になるとやっぱちょっと声が出だして、またこれがいいんですよね。やっぱりこう、素の反応に近いというか、まあそういう、まあ本当は素の反応じゃないのかもしれないですけど、そう感じ取れるような流れっていうのがね、すごいいいですよね。まあすごい感じ出して。で、かなり手で触れてる段階から、濡れやすい体質ではあったんで、あ、これは来たなと。もう条件が揃いつつあるっていうね。いうので、ちょっとやりながらやってたら、急にブルルルルルってそのお店の電話ですよね、がかかってきて、まあ女の子ね、必ずホテルに入ったら何号室ですっていう連絡をしてタイマーをスタートさせるんですね。その女の子忘れてたみたいで、それの確認の電話が入ってきちゃったんですね。初心者というか、まあ今日初日だから、まあそんなの忘れるの全然ね、大した問題でもないですし、まあそれで、ちょうど一時プレイ中断にはなって、で、まあ電話終わったら、あ、ごめんねごめんねっていうので、再開ですよね。で、そこまでは僕が攻めてたんですけど、まあその時でちょうど、なんでしょう、いい意味でも切り替えができて、で次僕が攻められるパターンになって、というので、で、この業界が初めてなんで、まあどんなもんかと、まあどこまでできるんやろうなって、すごい思ってたんですけど、だいぶやっぱり顔が可愛い、で、ギャル系なだけあって、テクニックはね、もう本当に申し分ない。もう基礎的なものを全部できてるっていうか、もうなんなら、むしろ下手くそな子がいる中での、全然もっと上手い方。だから結構経験回数というか、多岐にわたってるんだなっていうのが感じ取れるぐらいうまかったですね。まあ、最終キスからね、また再開して、上からこう触ってね、下に行くんですけど、下に行くときも、指で表したらちょっとまずいことになるか。何が近いかな。まあ、竿とね、玉があるじゃないですか。右と左と。だから最初玉から行くんですよ。で、こっから入るって時点で、周りにクロード感ですよね。もう、竿から行くんじゃなくて、玉から行くっていう時点で、あ、もう慣れてるんだなっていうのがもうすぐわかるぐらい。で、玉行って、ちょっと裏筋ぐらいから行って、で、そのまま行くみたいな感じでね。慣れていらっしゃる方の流れでした。で、まあ、口でね、やっていただくのも、これが、まあ、リトルだとしたら、こう結構浅い方いらっしゃるじゃないですか。まあ、しんどいんでね、正直。ここら辺まで行けたらいいぐらいなんですけど、割とここぐらいまで行ってて、まあ、手も添えながらなんですけど、手の添えてるところぐらいまではもうマックスで行ってて、結構、深めの方で、まあ今まで会った方の中で、まあものすごい深い方もいらっしゃったんですけど、まあそこまでではないんですけど、かなり深めて、まあ、すごいいいなって感じでしたね。長時間やってもらってたら多分これいけるんだろうなってぐらい結構深めで、ええやんみたいな。もう顔もいいし。でね、そのサービス的なホスピタリティもあるし、で、テクニックもあるし、もうこれ激当たりやんってちょっと思いながら、ちょっとまだこう、まあでも欲があるんですよね。これワンチャンやれる要素のね、こう、チェック項目がついてるから、これワンチャン本番やれたりしないかなとも思ったりしながら、ちょっとね、どのタイミングで声かけようかなと思ったんですけど、攻めてる途中で、まあ向こうから、エッチするってもう直の単語飛んできたんですね。これは当たりきたなぁと思って。まさかの、勤務初日で、もうそこら辺まで分かってらっしゃる。ときたら、まあ、じゃあいいですかっていうので、もうそのまま流れでやろうかなっていうので、まあその代わりでもゴムをつけてほしいなって言われたんで、まあ僕もいつも持ってきてるんですよ、アイゴムを。なんかこう、で、テープラケースでちぎれるやつ入ってるじゃないですか。あんなんじゃなくて、ペリペリってコンタクトの液体が、なんていうのかな、ワンデーのコンタクトが入ってそうなやつのゴムがあって、まあ、それ、ね、こう、カバンに入れてても別に傷つかないんで、いいなと思って常備してるんですけど、それ使っていただこうと思って、あるよって言って、じゃあこれ使ってっていうので渡して。大体で、ここがね、でもこっからがね、ちょっと、やっぱ勤務初日だなっていうところが出てて、やっぱつけるまでに開けてから立たせてたら、もうちょっとこうやっぱしぼんでいくんですよね。年っていうのもあって、ちょっと早いかもしれないですけど、もうちょっとね、ガッツがあればよかったんですけど、ちょっと僕のガッツすぐこう戻っちゃうんで、戻っちゃったんですね、つける前に。で、じゃあ、まあ、つけても無理だったから、スキンの上からね、やってもらっても戻らなかったんで、一回外して、戻って、またつけて、で、いざじゃあ乗ってもらったんですね、上に。いざ始まるかと思ったら、結構その子、入り口が狭い系で、もう手でやってた時も分かったんですけど、結構狭いなぁと思ってたんですけど、なかなか入らなかったんですね。位置的にもうちょっと、俺奥に、こっちに下がんないといけないんだなっていうのが分かった頃にはまたぐーんってなっちゃったんで、ローション使っていいって言われて、いいよって言って、まあ上からローションやって、でもローションつけてもやっぱりこうなってしまったもんには戻らなかったんで、まあ、また外したんですね。で、今まで話してきた中で、ローションをつけたまま口でまたしてくれた女の人って一人だけなんですね。しかもその子も一般のローションじゃなくて味がついてるローション、マイローション使ってやってくれた子だったんですけど、この女の子、ホスピタリティナンバー1だったっていうところがね、普通の一般ご家庭にはないな。一般的なローションのついてるところからまた口でしてくれたんですね、起こすために。これはホスピタリティめちゃくちゃあるなと思って、これもう、外れの要素ないやんと思って。会話もね、こう、共通の会話で盛り上がれるし、優しいし、見た目もいい。ホスピタリティはテクニックもある。これ激アツ。しかも、ヘルスなのに、これも激アツ5点セットだなと思って、本当に。これは一番当たりきたと思って。で、結局、まあ、起きたんで、で、もう一個予備のゴムがあったんで、まあ、予備のゴムっていうのは、その女の子がお店から預かってるポーチから取り出したゴムがあるんですね。で、それでつけたんですけど、一個前の動画で話した、一個前はでもアポロビルか、その、もう一個前ぐらいかなに話したちょうどそのさすらいのね、TikTok の女の子に似てる子も、お店のポーチから同じゴム取り出してたんですね。だから、これあくまでも考察なんですけど、女の子の裁量によって本番黙認されてんのかなって、もちろん嫌なお客さんとはね、しなくていいんでしょうけど、これどっちでもいいんだなって多分お店も黙認して、一応渡すには渡すんだと思って。だから確定ではないにしろ、黙認されてる。向こうが嫌がらなければ、無理やりしなければっていうとこなんだな、かなっていう。あくまではね、疑問ですけど、かなっていう。のが分かりましたね。だからやっぱこの店割と僕好きですね。当たりかもしれないですね。まあ女の子の裁量にもよるんでしょうけど、まあいい子悪い子もね、あるし、この人ならいい悪いもあるだろうから、まあでもそのガチャが楽しめるっていうのは割といいなっていうのは思いましたね。結構ね、当たればめちゃくちゃ嬉しいし、まあ外れても基本サービスはしてくれるんで、まあよほどのド外れじゃなかったら、よほどのド外れがまあいたのはいたんですけど、よほどのド外れじゃなかったら、まあ、いいお店なんじゃないかなって思います。やっぱ好きですね、このお店。ずっと言ってますけど。で、まあ結局、まあパワーマックス。二つ目のゴム、もう準備万端。ローションももうね、向こうの方にはちょっとついてるんで、入れれなかった時に。で、まあ、位置も、もう若干、こっちの値がいかないとダメなんだなっていうのが分かったんで、もうそのままいい位置でちょっと調整させてもらって、で、機上で入れたんですね。機上で入れる前に、なんかもう女の子の方から、私あんまり上で動くの上手くないけど、上でいいのって、聞かれたんですね。僕上が好きだからもう上一択なんで、あ、全然いいです。もう上に行ってくださいって言ってたんですけど、まあ、上乗ってもらうと、まあ、僕下こうなんで、こうじゃないですか。スペシウム構成みたいになってますけど。まあ、飛田とかね、あとは福原とか、慣れてる女の子は、このまま動くんですね、大体。まあ、でも、個人的に僕好きなのは、この女の子やってくれたんですけど、こっちなんですね。これめっちゃ好きなの。何がいいかって、密着もできるし、お尻ね、僕持って、お尻だけ、相手のお尻を動かす。まあ自分の腰ももちろんね、一緒に動かすけど、相手のお尻を自分の手で振ることで、こっちのペースである程度できるんですよね。まあ言い方悪いですけど、ね、何ホールって言うじゃないですか。本当に言い方悪いけど、まあそれに近い感覚でできるんでしょうね、やっぱり。っていうのもあって、しかもまあ、触ってる感触もあるし、お尻のね。だから、個人的にもうめちゃくちゃ、あ、来た、これもう、価値格だわって。もう、振り始めはいけるかどうかわかんなかったんですよ。向こうからいただいてるゴムってね、ちょっと分厚い、多分 0.03 ミリのやつで、いわゆる飛びとかに置いてる、ちょっと分厚めのやつ。なんで、これいけるかな、どうかなと思ったんですけど、もう、10、20振りぐらいしたら、あ、これいけるわ、もう、と思って。最初はちょっと分かんなかったんですよ。どうかなと思ったんですけど、まあ、もうこれいけるわ、と思って。確信に変わって、で、そのままフィニッシュですね。大体僕ね、このプレイ内容の話になると、マジでバリエーションに欠けるんですけど、本当に上が好きなんで上乗ってもらいっぱなしなんですけど、って感じでしたね。その、慣れた時も、またね、口で行きたい、それからエッチしたい、どっちってまた聞いてくれたんですよ。だから、頑張る意志があればやれるし、もうなんかしんどいんだったら口でもいいよっていうホスピタリティもあって、まあ僕は、あ、じゃあやれるならやりたいなって言ったんで、じゃあいいよいいよ、立てるよ、いけるいけるっていうのがまたなんか可愛かったですね。立てるよ、大丈夫大丈夫、いけるいけるって、こう僕のしぼんだリトルをちょっと勇気づけてくれたおかげで、なんとか行くことができました。っていう意味でも、本当に今までの中で、一番、いやでもね、本当にね、3本の指に入るぐらい、ホスピタリティ高いと思います、この女の子。個人的に本当に好きだったっていう感じですね。まあ、あとは、なんかね、大体こういうお水系のね、とか風系の女の子、整形してるって聞いたら、二重って言うんですよ。みんなほとんど。でこの子もまあ5年前ぐらいにしてるよって話して、まあ、他にここもしたいから、こういうの調べたけど、みたいな話とかがね、僕もそういう話好きなんで、そういうので盛り上がったりはしたんですけど、あとは、そうですね、最後ね、そう、シャワー浴びてる時に、その、女性の彼氏の話になって、彼氏いるんだって話して、ああ、そうなんですねって。それも、この仕事をしてるの黙ってるのって言ってたんですけど、大抵この仕事してんのを彼氏に言わないでしょって思ったんですね。それは黙っておいてあげた方がいいなって思いました。本当に。もう僕からしたら、ね、次もし行くとしたら彼氏いるのにこうするっていうので、まあ、さらにこう、旨味アップっていう情報もいただけたところで、いや、マジでこの女の子はね、もう一回行きたいですね。めちゃくちゃいい。次なんなら、今回60分でね、行ったんですけど、まあイベントもあんまり安くならないイベントで行ったんですけど、いや次100分、120分行きてえなーってぐらいいい女の子でした。ちょっとまた見つけたらもう一回行きたいと思います。はい、という感じで終わろうと思います。ありがとうございました。めちゃくちゃ当たりでした。